グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。土のままの部分なので雑草が生えてきてしまいます。土のままでは雨が降ると足元が悪く汚れてしまいます。狭い敷地周りは雑草取りがとても大変です。雑草が生えず快適に過ごせるようになりたいとお話がありました。自分で防草シートを敷いても草が生えてきてしまうのでプロに任せようと思ったそうです。車を洗うための既存の水場はそのまま残します。これから土の部分に土間コンクリートを打つための準備を行います。裏の敷地も防草シートと砂利敷きで雑草抜きの手間がいりません。今まで土だった場所へ土間コンクリートを打ちました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。